デンタルさんしましょう。みーちゃん、みーちゃん、はい、はい、やだよね。よだれ出てる。何のよだれなんですか。ごめんね。ごめんね。こっちはちゃんと寝てくるね。よし。で、まあ、いつも暮らしにするようなですから、とりあえず飲んだこのティッシュだ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。シュッシュ、これはじゃあね、食べる時間を書いて、これも。はい。で、まあでもこのウェットブラシだったら、よっぽど相手が、この猫ちゃんとかワンちゃん痛いって思うことないんで、ちょっと柔らかいんで、くしゃみしてる。皮膚を、なんだろう、頭皮じゃないですけど、血流が流れろ流れろみたいな。もう一個スリッカーっていうのがあって、こっちだとすごい痛いんですよ、菌がトゲトゲで。こうやるときはもう皮膚にほとんど当たらないぐらい。こっちだったら全然当ててもらって。なんかマッサージになるんですか。そうですね、結構血行も良くなるのでこれで。何ヒート起こってんの。ブン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 し。で、こっちはこれも結構トゲトゲしてるので優しくしてあげると、まあコネちゃんは毎日やってるんであんまですけど、すごい脱げるんですよ、このたった少し撫でるだけで。でもこれも本当に優しく優しく落ちるよ、コネちゃん。こっちもやってみますか。はい、こんな感じですか。もうちょっと強く、なんか毛を取る感じ。あ、持ったままで、こう、あ、持ったままでいいですね。これぐらい強くても大丈夫です。はい、まあ、コネちゃんそんな取れないんですけど、多分他の猫ちゃんやった時にわーってなるぐらい取れると思うので。はい、後ろ足使うなんで、多分かゆいところがね。はい、かゆいかゆい。おお。で、お腹とかもできたらこうやって優しく。お腹は結構デリケートな場所なので、背中とかよりは優しめに。この皮膚は怒ってます。怒ってるんですか。うん、猫ちゃんが不機嫌な時にワンちゃんとはまた違うんです。イライラーってしてるイライラしっぽ。よし、じゃあ終わりましょうか。猫ちゃん頑張りました。